初見さんに暴言を吐く配信案こっかな。友人があなたからしょうもない発言すんなよ、カスがって言われたみたいだが、そんな発言したんて。しょうもない発言すんな、ボケ。帰れ、ボケ。うせろ、カスが死にさらせよ、お前なんか。カスボケなすやんのかてめえ。突してこいや。喧嘩すっか、俺と。強えぞ、俺は。負けなしやぞ、お前。かかってこいや。 政治家に復讐するテロリストやってすごい名前してるな本当にはいはいよかったねって政治家に復讐するん具体的にどの政治家政治家だったらもう全員復讐対象な教えてくれよ政治家に復讐するテロリストって何なんそれどういうつもりでその名前を付けたんですか国家転覆でも狙ってるんですかなんか元ネタがあるんですかそれ <laughs> 木のぶ子ってやめろよ 岩城信子が何をしたんやんで何ってあれもしかして質問に答えれないんですかで何じゃないやろ質問に答えれてないやん会話が成立しないですね大丈夫ですか会話できない気やなほんとに何書いてんの噂通り爆祭で書かれたまんまやなこう書かれてたぞ梅田は口だけ実際にあったら小心者なはずだってさって まあ今ここね、インターネットなんで実際にあったらとかいう言葉が出てくる時点でおかしいんですよ。うん。インターネット上で戦うんやったら別にインターネット上だけでよくないですかなんでリアルにその持ち込もうとするんですかしかもその文章がもう訳わ,わからないですよ、本当に。何書いてんのかマジでわけよかかな。やっぱテロリストなんかな。日本に潜伏してるテロリストやから、日本語があんまり上手じゃないんかもしれん。うん。ちょっとよくわかんないです。テロリストいて腐って、なんか岩木信子に復讐するらしいよ。岩木信子が何をしたいんや言って。 爆クって何分からん。ハックちゃうかコメントの書き方が在日。在日朝鮮人の方ですか日本人じゃなくて。骨文字の使い方おっさんっぽいってこれ、おっさんやったらやばいやろ。マスル君の1億倍やばいぞ、これ。マスル君はさ、まあ、ところどころ文章うんってなるけど、まあそんな人いっぱいいるやん、大人でも。でも、まだ文章になってるし、会話は通じてるやん。Twitter によくいる政治秘話ああ、そっち系の人ね。なるほど。 私は岩木信子じゃないので殺さないでください <laughs>。いや、岩木信子やろ。まあ、岩木信子やろどう見ても。